音楽の井上です、皆さんとはちょうど私が2年生の途中から3年生にかけて産休育休に入ったので、その間はちょっといなかったんですけど、その間に私の代わりが来てくださったのがやっと内にいる山口靖子先生でした。でその時 の子供がもう今高校3年生になります。だから皆さんともそれぐらいだったんだなと思って、なんか早かったり、なんかもう激怒の、なんかいろいろあったなと思いながら毎日過ごしていました。で、私まで転勤とかあったんですけども、やっぱり浜中がすごく楽しかったです。で、クラスが13クラスもあって、本当にいっぱい生徒がいて、先生がいて、で、来週コンクールするにしても、たくさんのいろんな曲ができて、本当に楽しく過ごさせてもらいました。今日はどうもありがとうございます。音楽の山口靖子です。今お話ありましたように井上先生と湯川先生の代わりに、3年生だったかな、少しの間でしたけども皆さんと一緒に、過ごすことができました。初めて大学卒業して、就職したところだったので、皆さんがすごく親切にしてくださったので、とっても楽しいことばっかりでした。修学旅行の思い出も今でも覚えています。本日はまたいろんなお話を皆さん聞かせてください。よろしくお願いします。以上です。こんにちは。3年13組担任梅本です。よろしくお願いします。数学を担当してました。先生は浜寺中学校2校目で、浜寺中学校の5年目6年目7年目だと思います。でちょうど今の皆さんと、同じぐらいの年の時に、勤めてました。だから、なんか、ね、15、6年前っていうのを、ね、今日このひとときに戻って思い出して、またパワーをもらって、これからの生活も、役立てたいなと思います。本当今日のこの時間楽しみにしてます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。村山と申します。浜寺中学校では皆さんと1、2、3と一緒に過ごしましたけども、3年生の時に美術の方で何人か関わったと思いますが、教科は美術でした。生活指導と生徒指導の間違い、その新米の生徒指導の1、2、3、皆さんと一緒に、過ごしたと思います。浜寺中学校で13年間お世話になりました。君たちで浜寺中学校大規模校開所で、次の年から、浜寺南中学校分離をして、1年間おりましたから、5クラスずつになったと思います。でその後は中本中学校、それから泉の丘東中学校、教育に行きまして、平井、それから福泉南中学校というふうに、去年の4月に退職しました。今は、堺市役所、三原区区役所の方におります、そこで勤めておりますが、皆さんと共に過ごした1、2、3年間いろんな思いがあるんですが、その時間的なことについてはさっとして、その3年間がものすごく短く感じられる、そんな困難で、また皆さんと会う期間もありますけど、また一言言ってください。以上です。ありがとうございます。皆さんこんにちは。村山先生までは皆さん名札3年何組か書いてる、私1年12組なんです。で浜寺で1年生の時の体育を教えてたんで、1年だけしか皆さんと一緒になってないですね。その後教育委員会の方へ行きましたんでね。私なんでこの場所に行ってるかというと、今日お世話してくれてる杉浦さんが1年生の担任やったんです。非常にもう印象深い子やったんだけども、連絡いただいて、同窓会するんやけれども、他の先生方の連絡先とか、そんな全部言うて、段取りしてくれてたんでね。で私、今年退職になったんですけども、去年までは深井中学校で勤めてたんですけれども、
彼女の店がね、深井中学校のこの横のところにありまして、行かれて彼女の店探したら、住所書いてあったら、あれ中学校の真横やんかいうことで、その後すぐちょっと店の前に寄せてもらったんやけども、私今日皆さんと1年しか一緒にいてないから、もうどうぞかええやろ言うたら、今日はちょっと無理やり連れてこられましたんで、多分皆さん1年生の時に男子の体育を教えてたんで、あんまり覚えてないのか分からないんだけれども、またこの後いろいろ思い出話したいと思いますんで、今日はよろしくお願いしたいと思います。学校が青変更とかいっぱいおるよね。しかも白こうやからね。こうでしょみたいな。こうやからね。お久しぶりです。こんにちは、柴です。わかりますか。全然こうわからへん。顔は出てきへん。わからへん。なんか喋ったことないぞ。ああ、でも名前と中学時代の顔は思い出せる。ああ、わかるわかる。なんかでも これで全員らしいんで、もし席生まれそうやったらせっかくなんで。失礼します。柴です。ちょっと小中医師、小中公務師、小中公務師せやで、ね、意外と